タペヤラは、白秋前期に、南アメリカに生息していた翼指流暗黙の、翼流。南米で発見された葉のない翼流としては、トゥプクスアラに続いて2番目のものである。タペジャラと表記されることもある。学名は、ブラジル先住民であるトゥビ族の神話で、古き存在を表す言葉である。翼海長はおよそ1.5メートルであり、同時代同地域の翼流の中では、 小型の部類に入る。この翼流を特徴づけている最大の点は、発見者をも驚かせた頭蓋骨である。歯を完全に失っている。点。非常に側した毛が高くなっている。点。景観を持っている。点。巨大な微前眼かまどを持つ点などは、千年に発見されているトゥプクスアラによく似ている。その一方で、トゥプクスアラの頭骨が最も高くなっている点は、 眼下直上もしくはその少し後ろにあり、口し先端部からその景観の最高点に向かって、ほぼ直線的に頭骨口が大きくなる三角形状の側面型を取っているのに対し、タッペヤラの場合は、口し先端部からいきなりほぼ90度に近い角度で、頭骨口が高くなってそのまま、頭骨前半部にある山形の景観頂点で最高点を迎え、 その後方で高さが減少して後頭部につながるため、全体的には斧の刃を前面に押し立てたような四角形に近い側面型を持っている。しかし、効率は噴旦に向かう途中で下方に折れ曲がるため、頭部前端が垂直近くに切り立っていても噴旦は鋭角を保っている。景観は種によって変異があり、模式種の T ウェルンホファリーではダエを半分に切ったような形状だが、 ティンペラトルでは、頭骨前端部から髪型に骨の棒となって伸びており、後頭部にも存在する身長部分との間に軟組織性の膜が張っていたことが保存の良い化石から判明している。ティウェルンホファリーにも同様の軟組織性のトサカがあったかどうかははっきりしない。また、上あごほどの高さではないが、下あごにも下に伸びた量があった。 この奇妙な土砂化の役割としては、体温調節や微生、種内、主観ディスプレイのためだとの説が出されている。植生などに関して、はっきりしたことは判明していない。しかし、共産する他の抑留同様魚植生だったとされることもある一方で、これまで発見されていなかった果実植生の抑留ではないかという仮説が、ケルナーによって紹介されている。これは、 そのくちばしが果実植生の鳥類とよく似ていること、魚をとっていたにしては、興奮が短く巨大なと坂が邪魔になっていたであろうこと、その体のサイズが原生の果実植生をコウモリ類とほぼ同じであることなどがその根拠となっている。後の世で鳥類やコウモリ類が占める生態的地位を抑留も占めていたとする。この説は非常に興味深いものではあるが、 しかしながら、ケルナー自身も認めているように明確な証拠に裏付けられているものではない。他にも多くの抑竜化石が発見されていることで、有名なサンタナルイソウから発見された。サンタナルイソウは、ブラジル北西部のアラリペ第一に位置している。同じタペヤラカに属するとされる仲間が中国から発見されている。1986年。 当時リオデジャネイロ連邦大学の地球科学研究所にいたアレクサンダー・ケルナーはサンタナルイソから発見された化石の個人コレクションを見る誘いを受けた。サンタナルイソからの化石は中空で壊れやすい骨格を持つ翼竜のような化石でも驚くほど保存が良いことで有名であり、以前にアンハングエラの最初の標本が見つかったのも同じ人物のコレクションからであった。期待を持ってその 石椎、肩体の一部、アンハングエラと明らかにわかる頭骨の一部など様々な抑流化石の間に、キルナーは石灰質のジュールの中に渦も折れた奇妙な骨を確認した。しかしその時点では見学だけということであったので、キルナーは宝の山を前にしてその場を去らねばならなかった。1988年になって、その化石コレクションの一部に研究許可が出た。 その知らせを聞いたキルナーは、喜び遺産でその日のうちに、コレクションに向けて出発した。研究に供する化石を選択しているうちに、彼は2年前に見た例の奇妙な骨が入ったノジュールに、再会した。そのノジュールは、長さ 11cm、高さ 12.5cm、厚さ 3cm ほどの小さなものだったが、そこに垣間見える骨は、非常に薄く、翼竜の骨であることは、 間違いなさそうだった。その奇妙さに惹かれたケルナーは、この小ささならすぐに完了するだろうとも考え、最初にクリーニングする標本としてソロノジュールを選んだ。その当時、偽差を用いた科学的なクリーニング法を確立しつつ、あったケルナーは、この標本にも、その新手法を用いることに決めた。その年の10月に始まったクリーニングが進行して、しばらくすると、これが、 頭骨の一部ではないかと考え始めていたケルナーは、3によって徐々に現れてきたその骨の配置の異常さに興味を持ち始めていた。そして11月になって、クリーニング作業が完了すると、そこに現れていたのは、確かに翼流の頭骨ではあるが未だ誰も予想もしなかった奇妙な形の頭骨であった。明らかに新しい種である。この翼流は、その年の12月に、 ブラジル科学アカデミーの会合で、トゥピ族の神話から、タペヤラと名付けられて発表され、記載論文は、翌年の科学アカデミー企業に掲載された。その得意さから、ケルナーは記載と同時に進化、タペヤラ化を創設し、本族を模式種として、トゥプクスアラと共に、そこに収めた。現在では、トゥプクスアラが、タペヤラ化に含まれるかについては議論の余地があるが、後に、 中国で発見されたシナプタースはタペヤラカに属すると考えられている。タペジャラ・ウェルンホファリー・ケルナー、1989、本属の模式種。大きさはおよそよ長1.5メートルほど。アルビアン機に相当するサンタナルイソウのロムアルドブソウから発見された。景観は、分担近くにダイエンを単検で2分した形状の骨質量と後頭部に伸びた身長部からなる。 種商明は、翼流の研究者として、有名なペーター・ベルンホファーに懸命されたものである。タペジャラ・インペラトル・カンポス・アンド・ケルナー、19972番目に発見された種、翼長約3メートル。T ・ベルンホファリーよりも少し古い地層の、クラトーブ層から発見された。頭部全端からまっすぐ髪型に伸びた骨質の枝と、後頭部にのそのためトサカは、 非常に巨大なものになり、頭骨自体の高さで6倍、長さで2倍の範囲に伸びており、頭骨自体は頭部側面形の1、6を占めるに過ぎない。種商名インペラトルは、ラテン語で皇帝を意味する言葉である。本種は2007年になって、原記載者によって親族トゥーパンダクトラスに移動し、トゥーパンダクティルストゥーパンダクトラスインペラトルとすることが提唱されている。 タペジャラナビガンズフレイ、マーティルベシ、2003近年になって発見された。その景観は髪型に非常に高く伸びている一方で、後頭部への身長部は見られない。ありがとうございます。